うん、だから、我々としてはこういう形で、なんだろう、コントロールしていきたいってことですね。一回、できるところまでやって、あとは帰宅をして、毛穴を開いて、本当は会社でできればいいんだけど、それができないので、毛穴を開いて、それで要は除染を自宅でやるって形になるんだけども、でいやそんなのはダメだと、専門家が、ちゃんと見るから、これからも発電所でそういうことがあったら全員連れていらっしゃいって言ったら、まあ、それでそういうルールでやらせていただければいいんですけど。なるほど。途中でごめんね、官邸また全然電話来ないんだけど、吉田さんよろしいですか。すいません、うん、今の方から、そちらに電話するようにトライしてもらってます。それでもう一つちょっとそちらにお願いがあるんですけれども、はい、総理の官邸の秘書官室の方に、電話をすることをトライしていただけませんかって言われてます。はい、何番で電話番号が、はい、わかりました。そちらで、東電の小川さんを呼んでくださいって言えば繋がりますので、はい、お願いします。